皆さんこんにちは、ワナレルビジです。今回は、久しぶりにギレンの野望シリーズから、アークシズの脅威部、こちらをプレイしていきたいと思います。ギレンの野望シリーズ、大好きなゲームなんですけども、とにかく時間がかかるゲームなんですよね。子供が生まれまして、なかなかね、そういうまとまった時間が取れなかったんですけども、保育園に行き始めて少し時間に余裕ができましたので、久しぶりに実に、どうだろう、3年ぶりぐらいですかね、アクシズの脅威 V をやっていきたいと思います。で、今回はまだクリアしたことがないシナリオからいくつか選んでいきたいと思うんですけども、手始めに、今回は、ネオジオンシャア編をプレイしていきたいと思います。難易度的にはどうなんでしょうね。はい、というわけで、導入部分ご覧いただきました。早速プレイの方に入っていきたいと思います。まずは開発プランから確認していきましょう。これはキュベレーですかね。ニュータイプ専用新型モビルスーツ、そして100式のハイパーメガバズーカランチャーですかね。まあ、こういったものが初手で開発できるのは大きいかな。これはバグかな。なので、まずはこれらの開発可能なモビルスーツ、早速開発をしていきたいと思います。で、その中で戦力を整えつつ占領地域を広げていくというのをね、やっていきたいと思います。では早速開発プラン、やっていきましょう。で、ここはもう何も考えずに全部やっていきましょう。追加の、費用を投入する余裕は、まあ、残念ながらないので、まあ、一通りの開発を
通称で行っていきます。で、まあシャアが乗っているモビルスーツ、まあモビルアーマーになるんですけども、ノイジール2に乗っていると思いますので、まあそれをですね、前線に出して戦線を支えてもらおうかなというふうに思っています。基礎研究、モビルスーツ、モビルアーマー研究、これを均等に3000ずつまずは投入していきます。このあたりもセオリーがもしかしたらあるのかもしれないんですが、あまり攻略サイトも見ていないですし、ギレンの野望自体がとにかく久しぶりというのもあってですね、勘があまり戻っていないというのもあるかもしれません。まずはここ、バーワクーですね、ここを占領していきましょう。資源と収入が400ずつ入ってくるのは大きいので、これ全部台出しましょう。ムサイにガザディ、ズサブースターが入ってますね。エンドラもいる。エンドラは確か地球に降下できる戦力だったと思うので大きいかなと思います。そしてノイジル2、ここにシャアがいますね。でグアンザンにライル、でグアジンにナナイ、でその他、エースと呼べるのはこの辺りに乗っているレズン、バウに乗ってますね。それとどうでしょう、このギュネイ、ハンマーハンマー乗ってますが、この辺りだと思いますので、この辺りを主力と考えて良さそうです。基本戦略なんですけども、まずはバーワクー、これを取りましょう。でバーワクーを取った後はサイド3に進行して、ここまで取れれば一旦資源と収入が少し増える状態が作れると思いますので、戦略の練り直しを行っていきたいと思います。では部隊を進めていきましょう。では初期の生産ですけども、ズサブースターを量産します。で一部のエース用にリクリアス後期生産型、まあ2ターンかかるんですけども、これらを生産していきます。まあ、ズサブースターで敵を削りつつ、リクリアスはじめ、まあ旧式にはなりますが、モビルスーツ隊で選別していくという作戦です。ではまずアーバーワクーへと進行します。はい、まずは7区アーバーワクー取れました。ノイジル2いますね。なのでこの後この戦力を持ったままですね、サイド3へと進行したいと思います。ではサイド3へと進行したいと思います。サイド3に進行する部隊ですね、ご紹介しておきましょう。まずはノイジル2同社、これが主戦力になると思います。レンジ攻撃は1から2まで使えますので、まあ、突出してもらった後もしね、交代せざるを得ない状況が出てくれば少し下がってもいいかなと思います。そしてバウ、ここにはまずはクエスですね、クエスもしっかり育てていきたいと思います。そしてレズン、レズンはすでに能力それなりに高いですね。そしてハンマーハンマーに乗っているのがギュレイ、ここも主力となってもらうところですね。でその他はね、旧式機になりますので、今ご紹介したメンバーが主力となってですね、まずはこのサイド3に進行してもらいたいと思います。ではサイド3進行戦です。まあ、すでに資源、そしてお金両方とも枯渇気味なので、このサイド3できるだけ早く取りたいですね。敵の部隊は20強、味方が30強、まあ、あの数だけ言えば有利ではありますけども、先ほどお話した通りですね、旧式機が多いという状況もありますので、まあ、あんまり楽観はできないかなというふうに思っています。まあ、基本的な戦略としてはですね、どうでしょう、まあ、普通に考えたら、しっかり拠点を確保しながら進んでいきたいかなと思いますので、モビルアーマー状態にしたこのガザディを発進させて、残りはですね、この戦艦で壁を作って戦っていきたいと思います。で一番注意しなきゃいけないのがシャアの燃料切れ、これだけは絶対に回避したいので、まあ慎重な上にも慎重にね戦っていきたいと思います。では敵を十分に引きつけましたので攻撃を開始していきたいと思います。
敵はジェガン、ジム3、この辺りが主力になってますね。ジェガンは特に注意が必要かなと思います。ここはハンマーハンマーのギューレイですね。まあ、ジェガン前衛にいますけども、これをできるだけ射撃戦で削って格闘戦で仕留めると、まあ、こういう戦い方がメインになるかなとは思います。もうちょっと火力が欲しかったところですね。ここはバウのクエスです。ここもちょっとジェガン相手だと心配かな。思ったよりもバウが削られるかもしれないですね。撃破されるのだけは絶対に避けたいなと思いますので、なかなか格闘がしっかり入らないですね。で、格闘を返される、あんまり良くない状況だわ。そしてここはシャアです。シャアのノイエジールは先ほどお話した通り燃料切れにだけは注意をして戦っていきましょう。ちょっと作敵がうまく入らませんでしたので、射撃の精度は微妙ですね。さて、拠点をめぐる戦いになっています。まずはね、補給の線をつなげたいというのもあって、こちらは拠点を取りに行ってますし、敵ももちろんね、取られたくないというのもあって拠点を守りに行ってますので、拠点をめぐる攻防です。で、ここを取れれば一気に中心部に迫れるので、この拠点の攻防戦なんとか制したいなというふうに思います。で、懸念点としてはシャアが少しエネルギーがなくなってきていて、継戦能力という点では厳しい状況になってますので、まあ、そういう意味でも拠点はやっぱり取りたいなというふうに思ってます。強力のジェガンですね、これはやっぱり早めに排除したいですね。さて、狙っていた拠点を取りました。なので、ここから一気に敵の殲滅戦に入っていきたいと思います。戦力的にも有利ではありますが、まあ、少ないものの多少の損害は出ていますので、これ以上味方機に損害が出ないようにね、やっていきたいなというふうに思っています。サラミス撃沈で、あとはですね、シャアのノイエジール2がついにガス欠になりましたので、ここからはもうね、シャアあまり頼りにできないという状況になっています。それでこのターンで決着つけたいですね。では残りの部隊を殲滅して、このサイド3を占領していきたいと思います。シャアのノイズル2もですね、燃料補給してます。もうこのシュツルムディアスぐらいだったら射撃戦初手で終わりにしてほしいぐらいではありますけどもね。ではラーディッシュを沈めていきます。これでサイズ3の制圧完了です。これで作戦の初期目標は達成できたかなと思います。では、今回は短めですが一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをプレイしていきたいと思います。